天下三番893番ちょいき太郎です。本日のお話は暴走族のお話です。神奈川県に続き滋賀県でもおっさん暴走族が大暴れ。350台集結、迷惑追悼集会、衝撃の映像。びっくりしましたね。要は今時ですよ、この令和の。それもこの今月ですよ、350台。ちょっとこれ私もね、これ情報が入ってきたんで、この動画を見ていただきたい。はい、これ今のですよ。今現代ですよ、これ。平成一桁とか昭和の話じゃないですよ。で、これよく見ると、まあ、知らない方はね、全然わからないと。すごいんですよ、バイクが。今これ、そんな何十万とかじゃないんですよ。このネットニュースの中にもあるように、もう200〜300万、下手したら500万ぐらいするようなバイクもあると。だから、20年、もっと前 ?30 年、40年前ですよね。私なんかが、こう、10代の時に、まあ普通にあったバイクが、まあ今、そのすごい値段になってるわけなんで、どう考えても10代の子たちが買えるようなことではないですよ。となるとやっぱおじさんたちがね、これ追悼集会って、まあメンバーの方が亡くなったんでしょうね、何がしかのことで。それで追悼ということで走るということだったんですけど、なんかまあ、どっちかって言ったら暴走族っていうか、旧社会には私は、まあ、旧社会という名のおじさん暴走族なんて言ったこともあるんで、ちょっと私も面白半分で茶化してたような感じがあるんだけど、私が聞いた情報によりますと、この滋賀県のあるグループのメンバーが亡くなったということで、追悼のツーリングということを6月5日に予定していたのを6月4日にするということで、ヘルメット着用で最低限の交通ルールは守ってください。サイレンサー、ナンバーの違反等は自己責任でよろしくお願いしますと。でも、その追悼の時に一般道、火災の関係で飲み物やタバコのお供えは控えてください。っていうことは、おそらく、その通る場所で事故をして亡くなったんですね。だからそこで手を合わせるとか、お供えとかっていうことなんだけど、花のみ置いていただいても大丈夫ですと。あと、そちらの主催した側が回収し、掃除はしますと。まあ、文面的には非常になんかきちんとしているようなんですけど、何時に集まって何時に出発しますというようなことで、くれぐれもこの民家等に静かにお願いしますというような形でお願いをしているんですが、結果としてはどうなったかというと、そういったことが周りに回って、滋賀県じゃなくて他府県からも大勢来て、本当の趣旨を分かってる人じゃない人たちも来て、もう大暴走。もうどこから見たってもうこれは違反なわけで、こうなってしまうと、もう、追悼とか云々とかじゃなくて、一般の方から見たらもう恐怖でしかない。なんで、その一般の方たちがたまたま取ったやつが私のところに流れてきて、こういうような文言で集まったっていうことも手に入ったわけです。まあこれ全部見せるわけにはいかないので、あれなんですけど、その文章だけ見ると意味はわかるんだけど、結果が重大になってしまった。こんなことになってしまった。で、目撃した人たちから聞くと、もうパトカーとかで追尾して、全部カメラを撮ってみていたんだと思います?それで、おそらくこれ、もう、神奈川県の県でもわかると思いますけど、半年から1年後にほとんどの人逮捕されていくと思いますよ。まあ、その絵のようにですね、顔を隠したり、ナンバーを隠したりしているかもしれませんけど、この LINE が出回ってるっていうことは、LINE が出回った先で、全部立件できちゃいますよね。はい。だからまあこれ参加したメンバーの方も、まあおそらく私の放送を聞いてる方もいるかもしれませんけど、これちょっと逃げれないかもしれませんね。免許は取り消し、それで場合によっては逮捕もあり得る可能性もあります。簡単に考えてると大変なことになってしまうよと。今本当に交通違反に関して甘かないので、もうこれ
やっちゃったことはこれ取り返しがつかない。一般の人に迷惑かけて怪我したとか事故したっていうことがないだけでもよかったんで、もうこの神奈川県での逮捕もそうですし、今回の報道の流れとかコメントを見ていると、やっぱり好意的なことは一つもないわけですよね。実際この動画の映像を見てみれば、いやこれはなんか心が和むとか頑張ってとはならなくて、知らない人から見たらただただ恐怖でしかないということなんですね。まあこれでこのこういったことを、まあ350人全員逮捕っていうことにはならないとは思いますけど、でもどこからどこまでがどういう風かっていうか、映像解析ともうこの電話の解析っていうことはもう進んでいくと思いますので、おそらく1ヶ月半年1年以内にはそういった逮捕検挙書類送検というような形になるんではないかというふうに思っております。以上です。